おはようございます。10月5日火曜日、朝5時35分です。まだ日の出前の東の空ですが、少しずつこう明るくなって、空のグラデーション、朝焼けのグラデーションが綺麗に出ています。今日撮影に使っているカメラですが、ソニーの α7S3 で、レンズが G マスターレンズ 24mmF1.4 です。このレンズめちゃくちゃ明るいな。で、シャッタースピードは60分の1に固定していて、F1.4。で、ISO は上限12800に設定してますが、今この設定だと、250から800の間をこう行ったり来たりしていますね。で、10ビットで撮ってるので、このあたりのグラデーション、非常に綺麗に出ているんじゃないでしょうか。それではモーニングコーヒーいただきます。昨日までとは違って今朝はそこまで冷え込みないんですけど、温かいバリスタいただきます。バックスペース .fm のカップ。うまい。毎日のようにバーストナーの整備、快適化進めてるわけですが、ほぼほぼ思っていたことが完了したんで、そろそろ実践投入したいところなんですが、なかなか出かけるための休みがちょっと取れないということで、やきもきしている状態です。どうしても今のところ、競技会のお手伝いに行くために仕事休んで、そっちの方にどうしても休み使っちゃってるんで、なかなかこう、出動するための休みっていうのが取りにくい状態なんですが、今月いっぱいぐらいで、陸上のシーズンが終わるので、11月に入ったらもう少し出かけやすくなるんじゃないかななんて思っています。ただ、今週木曜日、多分泊まりになるかと思うんですけど、木曜日とあと金曜日の早い時間帯だと思うんですけど、1泊でちょっと出かける予定にしています。うちのちょっと両親連れて、ちょっと出かけようかということで今話をして、どこに行くかっていうのを今決めてる最中なんですが、おそらく木曜日から1泊で出かけることになるかと思います。一応その準備も進めなきゃダメなんですけど、今一番ちょっとやりたいことがタイヤ交換ですね。で、タイヤが以前のオーナーさんがもう通年スタッドレスで使ってたということで、今スタッドレスを履いている状態です。で、なかなかこう温暖な四国に住んでるとスタッドレスを履くっていうこと自体がないんですけど、これからの時期だったらそこまで、ね、気にしなくてもいいかと思うんですが、夏場の暑い時期に逆にこうスタッドレス履いてるとこう心配なところがあるので、タイヤもある程度こう年数が経ってるタイヤはということもあるんですけど、新しいタイヤに交換しようかと思っています。で、タイヤ自体は多分、ね、入荷してるかと思うんですが、もう早くから注文してたんで入荷してるかと思うんですけど、お店の方とあと自分の仕事の都合がちょっとなかなかこう噛み合わずに伸び伸びになってるんですが、今日あたりできたらタイヤ交換していきたいななんて思っています。朝お店開いたら問い合わせして、時間合いそうだったらどうにか今日中にタイヤ交換に行ってきます。午前中に仕事の都合がついたので、今からバーストナーのタイヤ交換に行ってきます。ちなみに今装着しているタイヤがブリヂストンのスタッドレスになるんですが、製造年月日が2015年の第26週になってますね。なのでもう6年も経ってるな。そろそろ交換しないとやばいかも。というわけで交換行ってきます。エンジンスタート。ささっとタイヤ交換完了して戻ってきました。で、今回購入したタイヤですが、ミシュランのアジリスキャンピングになります。確かジル520の時も最後に入れたタイヤはこれと同じだったかと思います。で、タイヤサイズが225-75-16ですね。まだほとんどまだ乗ってないんですけど、帰りに乗った感じではやっぱりね、硬さがこれ4キロぐらいかな、4キロぐらいの圧で済むので、だいぶ柔らかめですね。非常に乗り心地よくなりました。で、前のスタッドレスは LT だったので、結構パンパンに、
タイヤ張ってたんですけど、まあ、そこまで張らなくていいってことで、まあ、4キロぐらいだったらバンバンね、こうタイヤが弾かなくて非常に乗り心地良かったです。これでタイヤ交換も完了したんで、残りはナビですね。でナビもまだしばらくどうも入ってきそうな感じがないです。どうも12月になるかな。まあとりあえず Google マップがあるんでどうにかなるかな。じゃーん、午後の休憩ということでマックでお茶いただいていきます。いやしかし暑い、アイスコーヒーにしよう。モバイルオーダーで注文します。暑いんでアイスコーヒー、カートに追加、あとはアップルパイ、テーブルにお届け、アイスコーヒーの M とアップルパイいただきます。あ、うまアップルパイ、熱い、うん、熱々、うまい。お父様でした、うまかったです。相変わらず揚げたてのアップルパイ、マジうまでした。さあ仕事やろう。1ヶ月後に車検が迫っているバーストナーですが、あと数日で出せるようになるのかな。車検ってあの期限の1ヶ月前から出せるようになるので、そろそろ車検には出せるんですけど、キャンパー部分のいろいろ整備とか快適化は進んだんですが、この車両部分ですね、車両部分全くちょっとまだ手つかず状態なので、この辺りの整備もまた少しずつやっていきたいと思います。このねグリル、このグリル周りのこの色はげなんかも綺麗に直したいんですけどね、まあ、この辺はまたタッチペンかなんかでスプレートで塗ればいいんですけど、まあ、とにかくこの車両部分の整備、またこの辺りも始めたいと思います。いやまだまだ先は長い。こんな感じでまだまだ車両部分等で手がかかりそうですが、まあ、っていうか今のところ特に不具合ないんですけど、謎の警告灯がちょっとつくのが気になるところです。まあ、そのあたりも含めて少しずつ整備しながら楽しんでいきたいと思います。というわけで本日の動画以上となります。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。